被害先造1952年、被害先蔵は、日本の政治家、法学者、第37代衆議院議長、山梨県東山梨郡勝沼町出身、日川中学、中央大学夜間法科在学中に、文館高等試験に合格し、1918年に、京都帝国大学法科大学を卒業。卒業後は、法制官僚となり、 法制局に勤務の傍ら、中央大学講師を務め、内閣恩級局長、保健委員長官などを歴任。1943年に海の監修法で京都帝大より法学博士の学位を取得した。1946年の戦後最初に行われた第22回衆議院議員総選挙では、郷里の山梨から日本自由党の公認候補として擁立されて出馬し、 当選する。その後、鈴木正文と自由党山梨県支部を結成する。山梨県全県区の第24回衆議院議員、総選挙まで3期選出され、1952年10月の第25回衆議院議員総選挙には出馬せず、引退した。被害は当選1回の新人議員でありながら、衆議院議長に就任し、戦後改革の審議を取り仕切った。 1946年6月21日、紛糾していた本会議において、議長として、すべてのものを沈黙させるゴース鈴を鳴らしたが、さらに議場が紛糾してしまう事態になった。議長退任後は、皇室天畔委員長を経て、第三次、吉田内閣で、国務大臣、賠償庁長官を務めた。ありがとうございます。